志村様が探してる。ハーンが城を奪ったらしいね。竜蔵を信じたばかりに。みんな図られた。残ってくれたのだな。まあね。褒美について叔父上に話してくれ。志村様なら資格だよ。今でも島を出たいか。私の居場所はないから。お主がおると助かるのだが。志村様がいるだろう。何言ってるのさ。猛虎は兄弟だからな。志村様によろしく。陣、待っておった。必ずや藩を討ち取り、竜蔵も成敗する。奴らの首を城壁に掲げてくれよ。お前には期待しておるぞ。無論です。捕虜になった時、お前の所業を聞かされた。そのやりようは非道で誉れはないと。お救いするため仕方なく。分かっておる。深く感謝はしておるが、その道を歩もうとは思うな。我らは民を導かねばならぬ。まずは島を救おう。武士らしく。ユナの件ですが、私と叔父上を救ってくれました。あやつの望みは無事に本土に渡ること。船を一層やってもよい。我が城を取り戻した暁にな。ありがたく存じます。半時後に立つ。承知しました。話を聞いて回るか。では。またいつでもいらっしゃってください。高い様。守りは進んだか。ああ、いいえ。火事場が動けば間に合います。二人とも頼んだぞ。俺にお任せください。政子殿、刺客の手がかりはいかようで。先は長そうだ。何名かは豊玉へ行ったようだが。いつでも加勢いたす。叔父上の城を取り戻す暁にはぜひお力添えを。もちろんだ。猛虎を一網打尽にいたそう。見事な戦いぶりであったぞ。
先生のご助力があってこそ。して巴の消息は？明石まで猛虎に手を貸す弓取りの噂がある。巴でしょう。海岸近くの野営に赴き話を聞くつもりだ。では後ほどお供いたしましょう。志村様は何て？お主が城の奪還に手を貸せば本土へ渡してくださるそうだ。そんなの知ったこっちゃないよ。皆の命がかかっておるのだ。お主が武勲を立てれば道は開ける。よいな。さあ酒井、行くぞ。まことの武士だね。絞り取ることしか頭にないんだ。目指すは豊玉だ。橋は行けぬか。ならば森の古い隠れ道を使おう。行くぞ。叔父上、もっと早くお助けできれば。何を謝ることがあろう。ハーンはどのような男です？一言で申せば切れ者の獣。誇りなど微塵も持っておらん。言葉を学び叔父上を生かした。なぜでしょう？本土侵攻に協力しろと言ってきおった。褒美は富と権力に女だ。叔父上に味方を裏切れと？あの侮辱だけでも生かしておけん。時にユナとはどのような女子だ？勇気と忠誠を備え腕も立ちます。なりわいは野党だと聞いた。大義に応じる者を手放せとおっしゃるのですか？あやつは勝利を求めておらぬ。褒美だけ。厳しい戦になろう。味方が頼むに足るかを知らねば。私がお支えします。ユナも。かつてこの島は混乱を極めた。そこに秩序をもたらしたのは他でもない我ら武士だ。民に見せねばならぬ。我らが島のために戦えることをな。お前は一度故郷に戻り殿下の鎧を受け継いではどうだ。私には時期尚早かと。亡き父も喜ぶぞ。この匂い。燃える木とムクロ。消えだものめ。伊豆原の村もここまでではなかった。わしに逃げられた腹いせということか。残る畑を守らねば来たる冬は乗り越えられぬ。どうにかせねば。猛虎ども。騎兵がいます。押し通れ。Shoot!
気で見た兵、ハーンの精鋭だ。北を攻めておったはず。狩火台は敵の手に。再び火を灯し、藩に見せつけてくれる。民も喜びます。島中の狩火台を全て取り戻す。死にえ猛虎ども。文句が荒木が来ます。おい、うまく来たはずだ。藩来て、大将！大将！この大軍が来てるよ。火薬も持ってる。逆手に取ってやろう。弓を構えて。切り捨てろ。皆殺しだ。新手は来ないようだ。
大義を分かってくれたか。私はこの島を出る。タカも一緒に。まだ住んではおらん。参るぞ。かがり火台の火を灯し、金田の木の勝利は始まりに過ぎんと猛虎に示す。ハーメン、待っておるがいい。てくれたのだな。見事な足止めであったぞ。当然の行いさ、志村様。お主のような武人が多くおればいいのだがな。その目を開かなきりゃ見つけるのは大変だろう。申したいことはそれだけか。我らはかがり火台に参らねばならん。槍川には兵が大勢いる。壁が抜かれてなけりゃね。かつて槍川家の反乱を収めた。わしは恨まれておる。知ってる。あそこで育ったから。だから盗みがうまいのだな。ユナはとても口の立つ女です。助力するよう説き伏せられましょう。よろしい。酒井と共に兵を集めろ。さすれば本土への船を調達してやる。弟も一緒に。元槍川で待っておれ。恩に切るよ。示してくれる。ターンに見えるでしょうか。見えるとも。志村の城を取り戻しましょう。そして猛虎を撃つ。誇りある武士らしく。里に戻り、殿下の鎧を手に入れ、槍川を味方につけよう。わしは将軍様に援軍を請う。いかに下踏みを送るのです。わしの尻人を頼らねばならんな。ウムギ谷におる五郎という名の船乗りだ。では私が探しましょう。ならばわしは宿営で待っておる。離れることになるが、くれぐれも用心しろ。必ず生きて戻れ。酒井様、牢に捕虜がおりました。僧兵のようで、お話をしたいと。僧兵だと承知した。